カーテンの一気工事終わりました。トラック用のプリーツのついたカーテンを使いました。レールは自分で取り付けました。ここは磁石が入ってます。ここは後ろ側はスライドドアが開いた時でも目隠しになるように長いのにしましたが、ちょっと長すぎ、後で切るかもしれません。で、ここはマジックテープを追加して、で、入るときはこれを開けるようにします。ここは鉄板と磁石です。ここもマジックテープがついてます。これは後から追加したものです。で、前はマジックテープ、これはもともとのトラックのスタンダードです。こんな感じになってます。こういうレールを止める金具は場所に合わせて角度を少しずつ開いてレールが水平になるように取り付けました。こういうところは内装トリムにつけてあるのでちょっと弱いんですけども、まあ荷重、カーテンの重さだけだと十分だと思います。無理に体重かけて引っ張ったりするとここがボール紙みたいな材料なんで壊れると思います。こういうところはこことこことこことこの後ろですね、この4箇所は、車体の鉄板のところにもともと M6 のナットがくっついているのでそこに止めてあります。